その少年は11歳ブラジル伝統を打つ世界一キャプテン。試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついにこの時がやってきました。
激しいタックル、横に倒して突破。ここからチャンスを作れるか。それだけを連続突破で見せます。ゴール前に持ち込んだ。シュート、これをトラップ。これだけ、このスライディングが決まった。力をためてゴール前シュート。さあゴールと真っ向勝負。大事そうに抑えた。右へパス、トラップが発動。選手がダウンして